こんにちは、速稼塾の久保です。体の ADA の参入、要するに購入が今から遅いのか早いのかっていうのは、これはね、一人一人の判断によるんですよね。で、私の場合はプレセールっていう段階で買ったんで、これより早いことはないかなとは思うんですが、上場後に買った人でも利益を得てる人がいますよね。それは上場後に私の情報を聞いたり、他の情報とかで判断して、これからまだまだいけるなっていうふうに最終決断をご自身でされたから、今があると思うんですよ。で、体の計画としては、これから今ね190円ことをつけてましたけども、これから1000円とか2000円を目指して、1万7000円ぐらいまでは上げていくっていうふうなことを言われてます。で、その計画に対してその進行がね追いついていると思えば、今参入するのもチャンスだと思いますし、いや体の計画ってなんかうまくいってなさそうだよねっていうふうに判断すれば、ちょっと慎重になった方がいいかと思いますね。で、あとはね、余剰資金の問題があるんですよ。どのくらいのお金だったら失ってもいいのかってことですよね。で、ここでですね、私の投資の原則を改めてここでお話しさせてもらいます。4つあります。1つはですね、いつまでにその投資をするのかってことですよね。いつまでその、要するに A だったら A だをいつ頃まで持っておくのかってことです。私の場合はこの時期まで持っておこうというものが明確にあります。いつからいつまでやるのかってことを決めなければ何の判断もできないんですよ。そしてですね、2つ目なんですけども、いくらの利益を見込んでいるのかってことです。会社をするにしても何をするにしても、いくらいくら欲しいからそのビジネスをする、その仕事をするってことになります。例えば毎月の消費金額が15万だとしたら、やっぱり10万の仕事って選ばないと思うんですよ。少なくとも15万とか20万とか、そういう仕事を選ぶと思うんですよ。でも逆に100万の仕事は選ばないですよね。だから自分の力量に応じた収入、いくらが欲しくてA田にトライするのかってことを決めなければならないってことです。で、3つ目なんですけども、そのA田ならA田に投入する資金、余剰資金はいくらまであるんですかと。限界の金額はどこまで確保できてますかってことです。これ生活費とかを切り詰めてとか借金をしてじゃないんですよ。余剰資金です。余剰資金っていうのは10秒後になくなってもいい金額はいくらあるんですかってことです。これも決めなければなりません。4つ目は、いくらの損失だったら許容できるのかです。投資事ってのは全部なくなる可能性があります。ですんで、ある時天変地異なことが起きて全部なくなってもいい金額、それはいくらなのかっていう設定を4つ目にするってことになりますね。この4つの決断ができてからどうするかってことが決まるんですよ。で、これをしないでやるのは単なるギャンブル博打なんですよ。もう本当にね、ギャンブル博打にはなってほしくないんで、私は少なくともこの4つを決めてからA田に投資するのか、他のものに投資するのかを決めるべきだと思います。あとはね、雑感なんですけども、A田はまだまだいけると思いますので、私は今からでも買う意義はあると思います。ただ私自身はプレセールで買ってます。 0.2 円で今買っちゃうと平均取得単価が上がりますんで、絶対に買わないかなと思いますよね、私の立場だったら。ただ何も持ってない状態で体の間が目の前にあったら、十分理解した上で、先ほどの4つの原則を精査した上で、私は例えばね、10万単位とか100万単位で私は買いますね。というのが今回の返信になります。参考になれば幸いです。